はい、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。直前インタビューということで、インタビュアーはメイがやっております。はい、はい、でライブいつだっけ。ライブ10月の28日です。28日っていうことは今日が25 25 25 6 7。なんだその顔。目がないよ。いやもうあと3日ですよ皆さん。練習できるのは2日ですよね。2日、そうですね。はい、はい、はい、今も練習の休憩だね。はい、休憩中ですね。リハーサルの休憩中です。はい、先ほどこっちに何もないんですが、はい、沢さんがうちとお姉さんに差し入れをしてくれて、はい、パワーをもらいました。はい、またこの後も練習頑張ります。頑張りましょう。頑張ります。はい、それでは、はい、それじゃあ皆さん、インタビュアーの力は激量だな。そうだよ、インタビュアーはダメだ。全然インタビューされてないんですけど、うち。インタビュアーは慣れてない。伊藤さんがうまい。インタビューされてないんですが。はい。それではどうですか、出来上がりの方は。出来上がりの方ですか。まあ、もうあと最後詰めて、最高のコンサートになることでしょう。はい、ということで。見どころは？見どころは？たくさんありますね、見どころたくさんありますね、本当に今回。はい、まあまあ、まずはね、ゴブルームのメンバーも特別出演をしていただくということで、はい、あとは、まあ、マイカコーナー、メイコーナーと衣装も見どころだね。あ、衣装はね、大変でしたね。そうですね。もう目は半泣きでしたからね。決まらないっつって。マイカばっかりで、メイなんだっけ、マイカは何でも似合うからいいよ、もういいっつって、メイの決めてって、メイの決め、早く決めてって。もう自分の衣装なのに人に早く決めてって言ってるんですよ。もうでも人といじけてたもんね。本当にだって自分が決めたらさ、みんなダメって言うから、もう決めてよって感じじゃん。まあそんな感じでね、みんながマイカに注目してた。そう、メイのは？メイのは？なんとかね、決まりましたね、二人とも。はい。ピシッと、いい感じで決まりましたのでね、そちらの方も注目かなと思います。はい。はい。そんなとこかな？はい。はい。じゃあ、当日お会いしましょう。当日じゃあ、10月の28日、皆さん会場でお待ちしております。皆さん、来てくださいね。バイバイ。はい。